昨日8月28日から1959年5月29日は、大正後期から昭和前期の内務官僚、政治家。内務次官、幹線兼知事、北海道庁長官、貴族院直選議員。山口県朝群厚、西村朝で、ご副業、堺区一の次男として生まれる。豊津中学校、第一高等学校を経て、 1919年7月、東京帝国大学法学部法律学科を卒業。1918年10月、高等試験行成科試験に合格し、1919年7月、内務省に入り内務属となり、地方局事務官室、県府県課勤務となる。その後、佐賀県私学官、石川県理事官、内務省地方局地方裁課長、仙人内務書記官。 地方局財務課長、同局行政課長などを歴任。1935年5月31日、岐阜県知事に就任。1937年2月10日、内務省地方局長へ転じた。1939年4月17日、兵庫県知事に発令された。1942年6月15日、北海道庁長官に転じ。 1945年4月21日まで在任した。1945年10月内務次官に就任し、1946年1月まで勤めて退官した。1945年12月19日貴族院直選議員に任じられ、1946年5月14日まで在任。同年に公職追放となり、 1951年8月に解除され、低都高速度交通営団管理委員に就任した。1959年5月29日死去。去年63。ありがとうございます。